類が驚異的なスピードで過酷で成長的な柿は会社の全体素晴らしい環境にあると思います。この環境を人を変える力を持っています。人々はこの環境からエネルギーとパワーを得ることができます。この環境を整えたのは社長の林さんです。このRiwayを大切にして、目に見えるお母さんと、也感謝我的上线及我的伙伴，大家一同在日本打拼，加油，加油，加油！いっぱい頑張って、日本が世界で一番だと、いっぱい売りたいというふうに思いますので、一緒に皆さんで力を合わせて頑張りましょう。ありがとうございます。もと何でもなかった、まあ、主婦の方がとんでもないですね給料をもうRiwayからもらっていたりと、そういう奇跡をですねたくさんたくさん見せていただくことができました。本当にありがとうございます。でこの2ヶ月間一緒にやっていただいた仲間、たくさんの方が来ていただいてますけども、ありがとうございます。次回の時にはもっとたくさんのグループを連れてここにもう一度来たいと思ってます。ありがとうございました。私はネットワークを過去に5社ぐらい探検いたしまして、自分なりに一生懸命やってきましたが、まあ、なかなかうまくいかなかったんですけれども、初めてこのRiwayに関わらせていただいて、やはり本物をつかむことができて、本当に今までと違う人生を歩んでいこうとしています。タイ、シンガポール、マレーシア、行かせていただいて見せていただいたその光景は今までに見たことのない光景で、これが日本に入ってくる。何回かやったことはあります。ただやりきることができませんでした。でもここに来て2ヶ月、3ヶ月目、本当に思いもよらぬ収入というもの手にしたことで、本当に感謝を申し上げ、やっていけるってもう確信持ってますので、ぜひ皆さんも一緒にやりましょう。でうちの12月に私はもうペガサス取りますから、皆さん応援よろしくお願いいたします。そしてまだ1年も経っていないんですが、億どころかそれを越すような、報酬をまだいただいておりませんが、間もなくです。こんなRiwayさんに関われたことを心から感謝いたします。今までの常識を外して新しいものにトライしていくってすっごく大事なことだなって思っています。でこんな素晴らしい環境を作ってくださったリム社長、ありがとうございます。今年になってRiwayさんと出会い、そしておいしい楽しいお金増え続ける会というのを三山さんに教えていただいて、とても楽しくやっております。僕は必ずペガサスを取りたいと思います。まだここの今3スターというポジションはただの通過点にしか過ぎませんので、皆さん日本でRiwayを盛り上げていきましょう。ありがとうございました。谢谢大家，赛文大哥真的是无限的付出，为我们这个团队真的是帮助我们很多，改善了我们，改变我们人生。まだこのビジネスは40代とか50代ないしは60代じゃないと成功できないんじゃないかっていうふうにもしかしたら思ってしまうかもしれないんですけれども、そんなことはないです。若ければ若いほどいいです。教育というこの両輪を生かしながらこのビジネスを盛り上げたいと思っております。一緒に応援してくれるRiwayを
サイモン、いつもありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げます。どうぞこれからもよろしくお願いします。本当にリム社長、私がリウェイと出会えたことは本当に素晴らしいことだと思っております。おかげさまで、台湾、行かせていただきました。タイにも行かせていただきました。それからシンガポールにも行かせていただきました。その度にリウェイの凄さを肌で感じて帰ってまいりました。実は自分が嫌いだと思ってた理由がリウェイには一つもなかったんです。本当に一つもなかった。お見事でした。でそこから私が変わったのは、あ、これは一刻も早く多くの人に伝えなければいけないと思いました。おとなしい旦那さんがいる普通の主婦なんですけれども、このリーウェイだから本当にこんな短期間で、こんな場に立たせてもらうことができたなと本当に感謝しています。リーウェイでこの1年間ごく涙、笑う、楽しい、苦しい、全部ある。でもその代わりは後ろ見た時に全て火事があります。3月の2日からリーウェイでいろんな経験をさせていただきました。一番感謝したいのは、私どもよりも先に日本へリーウェイビジネスを広めてくださいました諸先輩の皆様方、感謝申し上げます。ありがとうございます。私の目標は、私自身がペガサスを今年手にし、チームから20名のペガサスを作ることです。皆さん、ペガサス一緒に取るぞ。ありがとうございました。今天你们都是日本首一批看到 Riway 的人，你不要来担心公司到底会不会大，不要怀疑到底说一家新加坡公司适不适合日本这个市场，因为公司已经不断的证明了10年，所以就算不适合，我们改变，还是不适合我们学习，还是不适合我们再改变，一直做，一直做，一直做，一直把这里做起来为止。所以不要来担心公司会不会大，我担心的是当公司大的时候你还没大。